今回はデコーのバイカーズキャップです。私が愛用しているキャップ帽子を紹介します。デコーのバイカーズキャップです。購入して約3年ほど経過しますかね。デコーはジーンズで有名な岡山県倉敷市のブランドで、私の好きなブランドの一つです。以前からワークキャップを主体とした帽子作りに定評があり、エプロンやウェアなど最近では幅広いラインナップに定評があります。その中で私が選んだのはこちらのバイカーズキャップ。バイカーズキャップは変幻自在なスタンダードキャップです。まずはこの作りの素晴らしさが特徴だと言えます。縫製がしっかり強くされているので、何度洗濯してもへたってきたりほどけてきたりすることがありません。ところどころこのように病によって補強されているのもポイント高いです。第2のポイントは形を自由自在に変えることができる帽子だということ。一見ただのワークキャップのように見えますが、このように潰してやることでハンチングのような形に早変わり。頭頂部のボリュームを自由に動かすことができるんです。さらにボリュームを後ろに持ってくることでキャスケットのような被り方もすることができます。ボリュームを極端に前に持ってきたり斜めにかぶったりすることでベレー帽のような雰囲気を作り出すこともできます。形を自由に変えることができる帽子ってなかなかないので面白いと思います。最後に素材に並々ならぬこだわりがされているということ。デコーは先ほどお伝えした通り岡山県倉敷市のブランドなのですが、通常でもこだわりがある素材を使われているのですが、こちらはさらにテキスタイルというライン、さらにこだわり抜かれた素材が使われているんです。こちらはアメリカのアウトドアブランドシェラデザインズが開発した64クラスという素材が使われています。64クロスとは1960年代に開発されたコットン 60% ナイロン 40% で配合された特別な素材です。湿度を表面に吸うことで防水性を高めることができ、さらに使い込むことで、味わいまでも深めることが可能です。さらにこちらはその64クロスを藍染めによって染めているカラーです。デニムと同様色落ちまで楽しめることができるんですね。遊び心の詰まった帽子だと思います。これ以上にエイジングの楽しめる帽子ってなかなかないと思います。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。